バルキングインメッセ。さあ早くも第9回となりましたこの企画、自身2回目の登場となるオノルです。よろしくお願いいたします。さあ、前回、惜しくもですねなんと8枚足らずでノーマルキングを、逃してしまった僕なので今回はがっつりリベンジに参りました。前回の菊丸が、キングになったということで菊丸から奪ってやろうと思います。はい、それではルールの方を、説明いたします。開店から17時まで、ノーマル機だけを打ち、プラス3枚を目指していくという企画です。プラス2001枚以上、到達しますと、ノーマルキングの称号プラス見ている方3名様に、番組側から、プレゼントを提供していただきます。プラス1枚から2000枚の場合、こちらはですが、ノーマルキングの称号はもらえないのですが視聴者様1名様に、僕の方から自腹でプレゼントを差し上げます。最悪なのがプラスマイナス0枚、ここは僕が、きつい罰ゲームを受けなければいけないとなっていますのでここだけは避けるように頑張りたいと思います。今回僕が選んだのは、BMAX です。アクロスの、A プロジェクト第2弾ですね。第1弾クランキーコレクション、第2弾 BMAX、 第3弾花火とある中で、最も僕が実は好きな機種なんですね。3機種ある中で、まあ、正直評判の方は最も悪かったんですけれども、実はこの機種魅力的なリーチ名制御がたくさんあるんです。今回はその部分も僕がしっかりとお届けしていこうと思うので最後までぜひご覧ください。それでは、実戦の方行ってみたいと思います。はい、無事、BMAX の方確保できましたので、打っていきたいと思います。ぶっちゃけね2台しかないんでちょっと焦ったんですけれども全然大丈夫でした。はい、それでは早速打っていきたいと思います。さあ、BMAXこの機種の、まず一番魅力的なところ、一番魅力的なところっていうのも変ですけれども、通常時が実際適当打ちで、問題ないですね。問題ないっていうのもちょっと言い方変なんですけれども、チェリーですね。チェリーを取りこぼすと、通常時のリプレイ確率、7.3 分の1が、6.3 分の1になる、別 RT に突入してチェリーの取りこぼし分を、そこで補填してくれるとなっているので、どこも狙わなくてもほぼ損のないようなシステムになっていると。で、僕がもうおすすめする究極の BMAX の楽しみ方はもう左手一打ち、右手一打ち、中手一打ち、これが一番面白いです。なんですけれども、これはさすがにですね初めて打ったりまだ慣れてないという方にはちょっとハードルが高いんですよ。というのも、やはり、リーチ名がわからない、多すぎていつ入ったんだかわからないという形になってしまうので、今回、その BMAX の、まあ、入門編ですねとなる、打ち方、これをまずちょっと一つ覚えてほしいと。でここ、まあ、僕がおすすめするのは、左下段の赤7狙いですね。もう、一番オーソドックスなやつなんですよ、これ正直。で、ここのまあ、基本はみんな挟み撃ちなんですね。で、なんで挟み撃ちにするか、それはですね、リーチ目が非常に分かりやすくなる、これがすごくポイントなんですね。だから多分一番人気のある打ち方、ここを左赤下段狙って右手一打ちで、そうですね、代表的なもので言えば、爆弾とスイカのダブルテンパイ、で、子役外れでリーチ目、これですね、なんか、外れればリーチ目から、右下段のチェリースの赤7で、ハサミで、2リール確定目、さらにはズレ、目ですね。まあ、前回花火でもちょっと言いましたが、爆弾スイカのズレ、目、おーリーチ目でした。まあ解説したらリーチ目で出てしまったんですけども、これが1個上にずれた形、爆弾、スイカリプレイというズレ目が出ても、ボーナスの 2リール確定目と。で今先ほど話したね、ダブルテンパイが外れた形ですね。びっくりした、そんな簡単に当たると思わなかった。まだ23ゲームですね、幸先はいいんですけども。で、じゃあどうしましょうか。とりあえずですね、まあ、このように分かりやすくなると、左下段赤7狙いと。でこの後にもまだまだマニアックな法則と、面白い打ち方やっていきますので、とりあえずはまあちょっとここで、まず、ボーナスのフラグ判別ですね、左の枠内にバー狙って7が突っ込んでくれば基本的にはビッグ、で、ボムが枠内に止まればレギュラーという、まあ、オーソドックスなですね、ボムテンパイすれば、もうこれはほとんど、レギュラー、まあ、レギュラーとか、まあ、目押し正確ならレギュラー確定です。さあ朝一から、いきなりですねビタ押しチャレンジと。さあ BMAX のレギュラーボーナスどういうものかと言いますと、12ゲームを行うか、
8回子役が入賞すると終了です。さあ、何も音が鳴らなかった場合、逆押しすることによって、中段にリプレイが伝播すると、これは8枚役と15枚役の複合役が成立しています。左の、中段に赤7もしくは特定の、爆弾をビタ押しすることによって、15枚で獲得できると。あ、ミスりました。朝一の、メッシュはミスです、ここにビタメーターというのがあるんですけれども、このビタの中でもさらに精度を測ってくれると。ちょっとやっていきましょう。リプレイが伝播したら、メッシュと、ね、まだちょっと早いぞと、ビタここでぴったりですね。早いと左寄り、遅いと右寄りです。まあ、さっき早めでミスってるんで、今日ちょっとまだ僕、感覚が早めということですね。まだ早いですね。爆弾が出た場合はもう共通15枚役なんで15枚役と。緊張する緊張する。1回ミスなので、7枚、少ないと。で、まあ後で多分やると思うんですけど、赤い、火花が赤い爆弾ビタ押ししても、15枚で取れます。見やすい方というか、まあ、普通は皆さん赤7が見やすいと思うんですけど、まあ、これがみんな難しいからね、ちょっと BMAX 敬遠されてる方多いんですけれども、まあ、頑張ってできるようになると、すごく楽しくなってくるんで。さあ、続けていきましょう。ハサミ打ちして、子役がダブル転廃して外れればリーチ目と。そして、スイカの、小部位大部位ですね。これもリーチ面になります、ね、ミニ下段チェリー付き赤7バサミですね。これはボーナス絵柄の小山は、ハイチャンスですね。一つの形を除いて全てリーチ面になります。から滑りも実は、いろいろ面白いものがありまして、枠2コマ上に赤7のあるスイカですね、ちょっと待ってね、止まるかな、これこのスイカが、まあ、もう1個落ちてきた形、ずるりと滑って2コマ以上かな、2コマ以上滑ってくればスイカ外れ目、まあ、2コマだとねレギュラー濃厚になってしまうので、赤7引き込める位置なんでね、レギュラー濃厚になってしまうんですが、滑りでも熱いと。それからモム爆弾ボム、これの下っ側、これねビタだと普通に止まるんですけど、これがもう1コマ滑ってくると2リール確定目と。もう何個までもいいんですけど、滑ってくれば、滑ってビタ止まりは NG ですけど、滑った時点で、2リール確定のリーチ目になると。さあ通常時カウントする公約は、爆弾のみですね。まあそんなに大きな差がないんで、で爆弾揃いと右がボムの爆弾とあるんですけども、これは合算で、まあ、設定値だと 8.23 分の1くらいかな。で、まあ、6だと 7.3 とかだったかな。まあ、そんな大きな差がないんですね。ただ、まあリプレイと同じ確率くらいで揃えば設定6ですね。それより悪いと設定が下がって、まあ、段階的に下がってきますね。僕は大体100ゲームごとですね、おわ2リール確定、2リール確定プラス、小山ですね、さっき言った小山、小山は1つだけ、1つを除いて全て鉄板、その唯一ダメな形がここにスイカがついた、まあまあ、強い、どっちかというと強い赤7なんですよね。スイカのついた赤7が止まってこの形のみ、まあ、スイカ揃いはもちろん NG ですけど、スイカの取りこぼしがあると。なので NG なんですけど、これはまあリーチ面、ビッグの時はどっちかというとここ止まりやすいんですよね。はい、じゃあちょっとこれまた、判別してみましょう。左の中段、まあ、枠内にボム狙って赤が突っ込んでくれば、ビッグと。でもう一個青7揃えたいって方は下段に青7ビターでも、チェリーの上にボムあるところ、ちょっと狙ってみましょうか、ね、今、まあ、滑ってきちゃったんで多分これレギュラーだと思うんですけれども、ビタ止まりすれば、青7がビタ止まりすればそれで青7の方も揃えられると。で青と赤の同一フラグなんでどっちでも揃えられます。93ゲーム、レギュラーボーナス。さあ、リーチ目の法則、ね、もう少し解説していきましょう。左下段からビッグ確定となるリーチ目っていうのがあるんですね。ビッグ確定となるリーチ目、
でこれがね非常に覚えやすい。まず一つ赤7と青7の一直線、もう全部ビッグ確定。赤赤青とかね、赤青赤何でも OK。 左下段から斜めか下段に7で構成された一直線が止まればビッグ確定で、その他にはスイカボーナススイカです。スイカボーナススイカ形が、ビッグ確定と。おっとこれはリーチ目ですね。こいつ1個上だと、スイカのこぼし弱になってしまうんですけれども、さっきの小山の1個だけダメな形です。下に落ちた場合は、これがスイカの代役になるので、スイカのこぶいですね、リーチ目。さあ321ゲームどっち、あレギュラーかな、レギュラーでござる、ね、さあレギュラー、もう一箇所見倒しできる場所、赤枠なんですね、これの見倒しでも、一応取れると。まあ見やすい方でやってください。どっちでも OK です。そう前回のノーマルキングの花火編、非常に評判が良くて、皆様のおかげで、たくさんニコ動の方にもコメントいただいて本当にありがたかったので、改めてすいませんお礼の方を言わせていただきます。ありがとうございました。これからもですね、ノーマルキングの魅力を伝えられればいいなと思いますので、ぜひぜひニコ動の方にもコメントを書き込んでいただいたり、僕ツイッターもやってますんで、こんなの打ってほしいよとか、これの解説してくださいっていうのもどんどん言ってもらって構いませんので、ぜひともこれからも一つ応援の方よろしくお願いいたします。おお外れた。さあ、真ん中リプレイなんでね、スイカの取りこぼしはないと。なんで今笑ったかというと、クレジットが3枚しかないから、100% 返さなきゃいけないっていうね、そういう笑いですさあ、頼むそろそろビッグお願い。なんでなんかねこの位置どうなのかな。よいしょ、あーセーフ、買い取しもしなくて済んだあー4回目のレギュラー。さあ283ゲームレギュラー。おーいおい危ない危ない。さあこれはリーチ目ですよ。スイカの小山ですね、さっきやったやつですね。レギュラーっぽい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 レギュラー43ゲーム。さあどんだけレギュラー連チャンさせられるのか。今日まだ1回も1万役立ってないな。一番役の解説ができません。まあ別に今更解説もしなくていいのかな俺でも。一応設定推測予想なのね。はい OK、 だんだん調子が出てきました。BMAX で最も面白いのはスイカの取りこぼし目ですね。スイカの取りこぼし目が出た次のゲーム、ね、子役外れ目が出たりすると激アツですよ。さあこの形だけはね、スイカはここにないんでスイカの、取りこぼしもありません。外れてもなので、ね、ここにスイカが止まると、まあ、スイカの代役になってるんでこぼし濃厚。逆に言えばスイカが上段とかに止まってくれるとスイカスイカスイカのねリーチ目と同じになるのでリーチ目になるとね。 BMAX はスイカの並びもリーチ目に非常によく絡んでくるので覚えておくと非常に便利な法則と。スイカの ここからだとスイカの
大V、小V両方 OK、 さらには、L 字型ですね、下あ上下下の L 字型、こっちも OK ですね、上上下の逆 L 字型も OK、 スイカ、あの子役の払い出しがないことが条件ですけれども、おーおー出たリーチ目が出ましたよ。185ゲーム、さあ、ね、もう一個ボム落ちてたらビッグハンですけど、おお、もう緊張する。一応あのボム下段に狙うと一コマ滑りでビッグはリプレイがあるんですよそう、このリプレイがクセモンなんだよ。よいしょ、あーまだリプレイがあるのか、もうあー緊張する。よいしょ、やっとビッグ来た。189ゲーム、やっとビッグ来ましたよ。さあビッグの解説ができますわ。さあビッグボーナスですけれども、ちょっと他の人と違うところがいろいろあるんですけれども、まあそれも解説しながらいきましょう。とりあえず、ビッグにはジャックパートと子役パートがあります。まあ子役パートとか通常パートですね。でジャックインが光ったら、ジャックイン、これでジャックインですね。ジャック中は、レギュラーボーナスです。で、通常のレギュラーボーナスと異なるのは、狙えば、15万円が必ず揃うと。右にボムを狙って、5ゲームを行うか5回入賞でジャックゲームが終了すると。はい、まず通常のパートです。通常のパートでジャックインが光ったので順押しと、まあ、この後まとめてあのシステムの解説もしますんで、とりあえずはこの流れをちょっと覚えてもらう感じですかね。5ゲームなんで、5ゲームを行うとまた通常パートと。で通常パートは、ビッグボーナスのない通常時と考えてもらえれば結構です。このパートは、ビッグだけ成立しない通常時です。つまり子役も、通常時と全く同じ確率だし、レギュラーボーナスも通常時と同じ確率で揃うと。揃った時はね、ここが光ることがあるんでね、それとか成立すると、レギュラーも成立しましたよと教えてくれると。さあ順当に子役ゲームを、子役ゲームとか通常パートを順当に、一度も子役を引くことなく全てジャックインで、終わらせると、ちょうど残り11枚という状態になるまでですね。はい、残りが86枚で、これがならないと今通常時です。で通常時の場合は子役は基本外した方が枚数調整しやすいです。で、逆押ししてボムを狙ってこの形で中で一押ししてリプレイが転廃しなかったらチェリースイカなので、チェリースイカを外すと、まあスイカはもう外れてるんでチェリーだけ外せば OK ですね。なったらまた順押して一押しでジャックインと。で75枚取れるんで残り11枚の状態で今、ボーナスが残り11枚で終わるという状態に持っていくと。さあここからが BMAX の、まあ、腕の見せ所といいますか、 RT に突入させる、テクニックが必要となるところ、ジャックインが成立したものを目押しで外してあげることによって RT に突入すると。ジャックインが成立しました。 まずちょっと目押しで今外しますね。下段に赤7見倒し、もしくは他のボーナスからでもいいんですけれども、左に赤7もしくはボム、そして青7を引き込めない5コマ離れた位置があるんですけれども、そこを見倒しすれば、必ずジャックインを外すことができます。今これでジャックインのフラグを持ち越した状態ですね。フラグ自体は消えません。まだジャックインのフラグは成立してるんですけれども、ジャックインに外すことによって RT に突入していると。リプレイが揃ってしまうんでジャックインを揃えることができないという状況ですね今。
じゃあどうやったらジャックインが揃えられるのか。これは外れもしくは取りこぼす子役が成立したときに、またここが光って押し出せしてくれると。ただジャックインに入れてしまうと RD は終わってしまうんです。じゃあどうすればいいか、ジャックインを外し続けて爆弾を揃えて、まあ、もしくはチェリー追加でもいいんですけど、ビッグボーナスを終わらせれば RT のまま通常時に突入すると。ちなみにあのビッグ中もこのここって通常時と同じ確率なんで、爆弾カウントしてもこれも通常時とあのゲーム数ちゃんとカウントしていればこれもカウントして OK です。さあ、爆弾のみで終わらせたので RT 状態でビッグが終了したと。これで RT の状態のまま通常時が遊べると。どうやったらじゃあこの RT が終わってしまうのか、チェリーを入賞もしくはチェリーを取りこぼすと終了してしまうと。チェリーの確率がおおむね32分の1くらいなので、まあ、平均30分の1くらいで、まあ、ボーナスでもパンクしますので、どちらかでパンクする確率が大体30分の1と、まあ、運が悪いと全然1ゲームとかで終わりますんでね。で RD 中どこを狙うのが面白いかっていろいろあるんですけど、まあ、やはりとりあえずここも、ここを、この付近を狙って一コマ滑ると爆弾はスイカは外れはボーナスと、もしくは、ボム下段、押すとなかなか一コマ滑ってきた時点で外れはスイカはボーナスと。で、チェリーをこぼしてもいいよって人はボム中段ビタ押しが意外と面白いです。なぜかというとチェリーを、こぼすときは必ずボムが下段に来るので、そこから、割れスイカリップリップという形が並んで、チェリーこぼし目が停止します。でこの時、場所によってはボーナスオアチェリーこぼしオアみたいな目になるんですね。なので1リルでチェリーが降ってきてうわーって絶望するよりはここを狙った方が面白い、まあ、ゲーム性がちょっと少しね、ギリギリまで待ってて、こういう目が止まった時次ここリプレイ止まったらアウトなんでね。ただ形によってはスイカリプリプでもボーナスが入る形とかもあるんで、ただまあ結構僕が多いのはやはり赤7中段狙って一コマ落ちていった時にハサミ打ちないしは順押しをするっていうのがやはり多いですね。はい、これで、終了ですね。24ゲーム、 RT24 ゲームで終了と。さあじゃあ、順押し手順いきましょう。赤7左、下段狙って中適当打ちです。で右適当打ち、これだけです。で何がじゃあそれで面白いんだ、ハサミ打ちは先ほども言ったようにリーチ目を、まあ、分かりやすいリーチ目を引き込みやすいのがハサミ打ちの制御なんですけど、順押しは滑りが重要な制御なんですよ。でここで、左下段に赤7を狙った場合リーチ目となる形、もう問答無用でリーチ目となる形がまずはこの赤7が、右上がりにテンパイした形、2リール確定、ね、それからもう一つ、ここですね、爆弾スイカ、まあ、単独スイカと僕は呼ぶんですけれども、これがそのスイカが、中段に停止すると、スイカオアボーナスですね、このスイカですね、この割れスイカが中段に止まればスイカオアボーナス、そしてその形がもう一個落ちた形、これが、下段ですね、まだいって爆弾が伝播すると順押しに限り爆弾外れ目になります。いいですか、わかりますか。その3つしか、滑りとかを生む抜きにしてこの形ですね、これで爆弾が外れればリーチ目、この3つしか基本的には、
条件なく滑りとかの条件なくリーチ目になるものはないんです順押しは。ただですよ、枠内に3コマ以上の滑りを伴って7が赤でも青でもいいです、滑ってくるとその時点で子役をボーナスに昇格します。例えば、まあ、青7狙えば止まるんですけど、これが3コマ滑って、来た場合、子役がテンパイしてないので、スイカの取りこぼしの可能性もないです。その時点で2リリ確定に昇格します。赤7、もしくは、青7が下段まで3コマ滑りいった場合は当然中段に爆弾が転廃するので爆弾外れてリーチ目になると。今結構滑りましたよ。これが微妙な形が面白いですね。2コマ3コマ滑ったかなで、最初の方に言ったと思うんですけれども、わあ最初の方に言ったと思うんですけれどもって前にちょっと熱い目が出てしまったんですけど、中段爆弾転廃してリーチ目になった形って全部ビッグ確定なんですね。だから赤とか青が下段まで降っていって爆弾転廃外れればビッグになると。で、この場合なんですけれども、僕のおすすめは右リール枠内に青7狙いで、これスイカだったんですけれども、青7下段停止でほとんどレギュラーです実戦上で。もう一個落ちるとズレ、目が止まって、ビッグ確定になると。でその時実は赤7割れスイカ赤爆弾という1万役が取れるんですね。でですね、3コマ滑っていったら、子役王はボーナスと言いましたが、その他にも熱い滑りがありまして、4コマ滑って赤7下段、4コマ滑って赤7下段停止は多分ビッグの2角です。4コマ手前となると、この4コマ先がちょうど赤7なんで、ここで爆弾はもう取れるんで、普段はビタ止まりすると、まあ、4コマ滑ってきた時点で、ビッグの2角。赤7は、4コマ滑って上段、滑ってきた場合、これも多分ビッグの2角ですね。でとにかく滑りです。でもちろん赤に関してはビタ止まりでも全然ボーナスが入ります。で当然赤7揃えようとするんでビッグだと。で、さらにすごいことが、例えば、この二角に、ここに止まったら二角になる赤7なんですけど、4コマ先に例のさっきの単独スイカがいるんですよ、ね、4コマ先に単独スイカがいると。じゃあ単独スイカがずらーっと4コマ滑っていっちゃったら赤7を蹴っ飛ばして4コマ先のスイカを引き込んでるんで、スイカじゃんとなりそうなとこじゃないですか。そころがさっきのその唯一のここで揃う一枚役ですよ、赤7割れスイカ赤火花爆弾を引き込むために赤7を蹴っ飛ばしてビッグ確定の一枚役が突っ込んでくるんですよ。つまり赤7テンパイを蹴っ飛ばしてビッグがあるんですよ。これはね、5号機ではやっぱボーナスを基本的に引き込まないといけないという制度なのに、赤テンパイを蹴っ飛ばしてビッグのそのリーチ目を出すっていう制度の凄さですね。それに気づいた時僕はもう本当震えましたね。ほらーほら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 、今何個も滑ってた、これ結構滑ったように見えたけど4コマ滑りだったらもうビッグ確定です。まあ確かこの形ビッグ強かったんじゃなかったかな、レギュラーあったかな、赤スイカでここに青7が出ればビッグなんで、意外とビッグ強めかもしれないですね。さあ112ゲーム、よいしょ、あーセーフ、青7にしようか、滑ってなかったかな、大丈夫か、
オッケー、114ゲームビッグ。先ほども言ったように、通常パート、ここですね、ジャックゲーム終わった通常パートで子役が揃わなければ、11枚残しで終われるんですけれども、これ、爆弾ほぼ確定ですね、爆弾が揃ってしまうとこのまま終わらせれば残り1枚という状態になってしまうと。まあそれは、別に1枚のままでもいいんですけれども、もし最後のジャックゲーム、終わって、通常パートでジャックインより先に爆弾やチェリー、まあ、チェリーは外せるんでいいですけど、爆弾を引いてしまうともう回避不可能、100% RT に入らないという状態になってしまう。なので、まあ、ベストなのは1回枚数調整を行うという方法ですね。さあ2回目の爆弾が取れてしまったんで、これで残り1にもできなくなってしまったと。こういう場合は、枚数調整が必要になってくると。まあ、残り11から15、6、この付近に調整できれば、ジャックインより先に爆弾が来てもですね、 RT に突入させる可能性が高められるので、とにかく枚数を11から15に調整するようにしたいと。それにはどうしたらいいか。このジャックゲーム中、今、ボムを狙ってると必ず15枚取れるんですけれども、変則をすることで子役を外すことができます。まあ厳密に言えば外せない子役もあるんですけれども、外せる子役が成立している可能性もあると。さあ今残り66枚、このジャックインを入れて全部取ったら75枚なんでビッグ終わってしまいます。そうするとジャックイン外しをしての RT に突入できないので枚数調整を行います。さあその方法ですが、一番オーソドックスなもの、まず真ん中にスイカツキの赤玉を狙う、停止したら、子役外しの、まあ、もうできます、できる、フラグが立っていると。でどうやるか、みんな右にボムを先に狙う人多いんですけれども、左にチェリーがあって引き込みで、チェリーを引き込んでしまうことがあるので先に左を狙います。まあ、なぜか、先に左を狙うことによってチェリーよりもスイカの方が優先順位が高いのでスイカを引き込んでくれるんですね。これによって右先に押すとチェリーここに押すと引き込んじゃうんですけど、これだとアバウトでもスイカを引き込んでくれるんで、目落ちがすごく楽になると。中左右、これがおすすめです。さあ、このまままだ4回取ると60枚、15枚勝てる4回で60枚なんで6枚残しになってしまうと。でこれだとちょっと厳しいので45枚で21枚プラス8枚を1回チェリーですね、いわゆる取って、13枚にすると。まあちょっと、言うっていうよりやった方が早いですね。この形で立っているので、もう子役外しはできると。外せる形なんですけれども、チェリーを左に押せばチェリーが取れると。さあこれで8枚取って残り3回を、15枚で取れば残り13枚、逆押しすれば必ず15枚で取れるので残り13に調整と。これでもし次の、通常パート、ここでジャックインより先に爆弾が来ても1回は耐えられるという状態ですね。通常、先ほど言ったように通常パート全部ジャックインで終わらせればここが11で終わるんで同じように耐えられる状況になると。ジャックインが鳴ったんでこれは問題なかった。さあ、これでジャックイン外し完走完了して RT 状態。この後は、爆弾を2回取る、まあ、もしくはチェリーなどを入賞させて終わらせればベストと。さあジャックインがついたということは外れ、もしくは、取りこぼしのある子役のフラグが立った。取りこぼしのある子役、ある子役は取りこぼせば当然ジャックインが入ってしまいます。で、この場合右よくボム狙ってる皆さんいますけど、ここ赤7狙いです。なんで赤7狙いか、スイカが取れます。これでボム狙ったらスイカ必ずこぼします。さらに、1枚役、これも取れます。なので、必ず赤7を狙ってください。でもこの場合は、外れオアチェリーですね。今チェリーが取れなかったので、普通にビタ押しが成功したと。外れだったということですね。もちろんチェリーを取って終わらせても OK です。それから、例えば残り11枚で今1ってここがなってる時、チェリーを入場させたらそれで終わるんですけど、それよりも爆弾取った方がお得じゃないっていう方は、チェリーが取れないところで、ビタ押し外し、
この青菜ですね、もう下段にビタ落ちしても外しが可能です。ただまあ僕の場合はもうチェリーも狙っていきます。その間に結局外しの時間が長まって外れとかを引いて無駄なあのビタ押しと、そこで減っていく枚数のことを考慮したらとっとと終わらせた方が僕は得だと思うので、赤7狙いで僕は消化します。さあ、これで RT 状態のままボーナスが終了したので通常時も RT でまた遊べる。チェリーソロマですね。本当にあの RT 中鉄道打ちする方も全然いらっしゃいますし、本当ここは自由だと思います。今回あえて僕今赤7付近狙ってますけど、全然好みに応じて毎回使い分けてみてもいいですし、とにかく終了するパターンはチェリーが入場した場合と、ワレスイカリプリプという、チェリーこぼし目、この、出目が停止した場合のどちらかが終了条件、まあ、もしくはボーナス成立ですね。まあ、順押しの法則としてはあと覚えておくと便利なのは、中リル中段にボーナスエカルが止まったときは右の枠内にスイカ止まれば全部で1面になる。まあ、もちろんスイカが揃った形は NG ですけど、それ以外の形だとこの形だったら右の枠内、まあ、上段は NG ですけどこの場合は、どっちにスイカが止まってもリーチ面になる。あー枠下青7でございます。ビッグ確定。さあこの時は、割れスイカを狙うと、1枚役ですね。赤7割れスイカ赤爆弾枠下覗いたけどこれ見れば分かったんですよね、この1枚役が取れて、ビッグ確定と。よかったよかったよかった。458ゲームビッグと。危ないよ。さあ、今回爆弾が2回取れているのでやはり子役外しを行いますと、ジャックイン中ですね。子役外しで、この時なんですけど、まあ、今外れ取る時に先ほど真ん中に赤7スイカ狙ったんですけど、まあ、ちょっと青遊び要素として右の上段に赤7、そして左の下段に赤7、そして真ん中にボムを、ビタ押しすると赤7を揃えてハズレを出すことができます。まあ、特に意味はないですよ。お遊び要素です。はい、RT 状態で終わらせたので RT 突入。はい、ただいま、約2000ゲーム回したところで設定推測ツールにかけてみたところ、設定1から5は、まあ、ほぼ1対1、まあ、5と6は若干低いですけれども1から4はほぼ1対1みたいな形、まあ、通常時の10枚役の確率がそこそこ、まあ、まだ今のところは、設定1によりはだいぶいい確率で出ているのでボーナスは引けていないんですけれども、まあ、状態は何とも言えないんですけどもね、ボーナス確率にそこまで設定差のある台ではないので、まあ、とりあえずこのまま、打ち続けてみたいと思います。うわー、おー手が止まんなかった。2リール確定目ですが小山になっちゃうとレギュラーが多いんだよな。よいしょ、レギュラーでござる。さあ予告音、今日初予告音ですね。予告音の時1枚役成立してるんで、まあ、外します。外す時はミニボム狙ってこの時点で外しは完了ですが、ボムが揃えば一応高設定の可能性あると。入りやしたよ、入りやした入りやした。この時点でチェリーこぼし用はボーナスで、真ん中にリプレイ止まってないスリリになってないんで、リーチ目レージュ楽せえな。うー厳しい。おお2リール確定したぞ。でもなんかビタ止まりっぽかったね。これじゃあ赤7狙って、予想を先にしますよ。赤7を狙って枠下に赤7が止まる。
ほらね、これレギュラーです。あー厳しいなこの子。お、ボム揃いましたね。はい、今更ですよね。あー入った。あーレギュラーっぽいよ。ありがとう。さあこれ4回目ですね。で5回目以降はもう仕方ないんで1万役取った方がいいんで5回目以降は1万役入れます。これ5回目ですね。これひどいな。で取りたい時はレギュラー中って有効ラインがこうなんですよ。中中上が中中したんで右の値段に赤7狙います。で停止したらスイッどっちだった、赤菜の方は、ボムスイカ赤菜ですから、左の中段にボムを取って、真ん中にスイカ、赤菜の上にあるスイカですね。これを狙うと1枚役入賞します。あもうこれ5回目なんで外しても意味ないんでね、取りました。で青が滑ってきた場合は、ボム赤青の、1枚役が取れます。で確か青が滑ってきた方がボム揃いの1枚役だったはずですね。いやー1枚役5回の解説ができると思わなかったな。多分実用性ほとんどないもんな。まず5回引くこと自体がなかなか難しいのに。まあこれで世の中のね誰かが1枚得してくれれば僕はそれで本望です。ついに3000ゲームに入ってしまいましたよ。3006ゲームビッグ3回レギュラー9回。なか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 ですよこれは。わー中リール滑ったと思ったら外れた。あーよかった。何ゲームぶりだよこれ。もう計算したくね。いいや後でもうちょっと計算能力がぶっ壊れてるんで、ね、爆弾がね中断転廃してるんで、何言ってんだもう。壊れすぎた。爆弾中断転廃してるリチメなんでビッグ確定とで、中断爆弾爆弾リプレイでスイカが7がある。はい、285ゲーム。いやー長すぎてちょっと精神的にいかれてましたね今俺。さあやっとビッグが揃えられますせ、ね、はいこっち。おらーあらーリプレイ外れた。初めて見た。右が何個もこれ、でも滑ってたから多分ビッグもありえるよな。
まあ、あのすぐ上に青7がいるんでレギュラーの可能性も高いんですけれども、うわ初めて見たわこんなん。つまりあビッグボーナス。うわー素晴らしすぎるだろうこれは。こういうの僕は待ってましたよ、切れ目の爆弾はね枠2コマ下に赤田がいるんで多分ビタか1コマ滑りには止まんないですよね。でここからまあリーチ目出るのは枠下ボムとズレ目もしくは赤田だけだ、それぐらいしかないんで、もちろん爆弾テンパってるんでビッグカフテ。いやこれはびっくりした、やっとそういうのが見据えてきた。よし後半ラッシュが出んぞ。よしちょっと気合い入れるためにここは青7で揃えましょうか。この形ですね、これスイカ確定なんですよ。で、まあ、残り1枚なんで、まあ、スイカ取っちゃっていいんですけど、目押しミスるとジャックインが変な形でテンパイするんで、ちゃんとスイカ狙って、こっちのスイカ狙えばもうジャックインがテンパイしてないんで、左で目押しミスってもスイカ取りこぼしても大丈夫なんですけど、まあこれ取って今終わらせますけど取れるんで、赤7を狙うようにすると。うわこういうの僕が好きなのは本当に青年爆弾リプレイね、爆下ボム。もう後半やる気満々じゃないかよこういうの早くやってくれよ、素晴らしい。おい、うーレギュラーだ多分これ、レギュラーくせえな。でも入ったぞ、ちょっとビタ止まったもんね。まあ118ゲーム RT 引っ張れたからこれは OK でしょう。レギュラーでも全然 OK、最後に、やめる目ですね。まああのビマックス、あの滑り、あの順押しすると滑りでも変な目でも入ってしまうことがあるので、まあ、挟み撃ちで右の中段に赤7ですね狙って挟めばもうこの時点でボーナスはないんで、これでもうやめて大丈夫です。はい、前回みたいにねここであのコインを使ってノーマルキングを逃すってことがないようにしっかりやめますんで。はいはい、それでは皆様、実戦終了の時間となりました。果たして僕はノーマルキングになれたのでしょうか。この後結果、集計しまして、お届けいたします。お楽しみに。実戦終了っす。はい、ただいまですね無事実戦を終了いたしまして、結果が出ました。はい、投資がですね、なんと2021枚、なかなか含みましたよ僕、2021枚。そして回収がなんと大量獲得649枚ということはですね、結果サバイがマイナス1372枚というね、大変申し訳ございませんでした。ノーマルキングどころかですね、本来、魅力を出すはずの BMAX の魅力が全く出せなかったというね、非常に悔しい結果になってしまいました。できればですね、また近いうちにリベンジしたいと思います。悔しいわやった。スイカはボーナスというあの強い出目があるんですけれども、まあ、普通の機種でいうチャンス目みたいな形なんですね。でこの、まあ、期待度が、まあ、形にもよるんですけど 3,40% ぐらい正直あるんですよ。あのボーナスの合成確率と、まあ、そのスイカの、出現率比率で出すと大体、まあ、3,40% ぐらいあるんですけれども、まあ、それがことごとく、スカルプラス、スイカが揃うというね。いやー本当にそこが一番の魅力だったんですけれども、敵と打ちして本当はそのスイカこぼし目を出したその次のゲームが熱いっていうところを本当はお見せしたかったんですけれども、
まあ、ズバッと綺麗な一面出たりもしたんですが、残念ながらその暑さがね少し伝えきれなかったのが本当心残りです。残念ながら、今回私は、ノーマルキングにはなれませんでしたが、次回以降また新たな挑戦者がですね、ノーマルキングを目指し、ここメッセで戦いますので、ぜひ皆様、応援の方よろしくお願いいたします。それでは、この後私、罰ゲームをやって終了となりますので、ぜひそちらの方もお楽しみに。それでは皆さんさようなら、バイバイ。罰ゲームですね、大花火という機種が昔あったんですけれども、その機種の予告というか音にですね、間延びというのがあったんですね。どんな感じかというと、普通はタラタタンっていうのがタラタンタンってなるんですよ。で、これが、もし、ジャグラーにあったらというのを、僕は常々思ってるんですね。それをちょっと再現してみます。いきますよ。もうベッドしてレバーを押すとデッテレデッテッテって言うんですけれども、間延びの場合デッテレデッテッテ、これチェリーオアボーナスなんでよろしくお願いします。テアテンスさんよろしくお願いします。以上となります。お疲れ様でした。